仙川劇場芸術監督演出公演ドクターズジレンマが10月18日から27日まで開催されます。こちらの舞台は今年4月から仙川劇場芸術監督に就任した小笠原京さんが演出する芸術監督公演1作目、100年以上前にロンドンで初演されたジョージ・バーナード賞作ドクターズジレンマを新進気鋭の小田島宗志さんが新翻訳、舞台映像と幅広く活躍する俳優から新劇の名優、小劇場の若手まで個性あふれるキャストと演劇界を牽引するスタッフで上演、仙川劇場から芸術の進化を問いかける本格演劇公演です。ドクターズマッハ英国王立内科医協会およびレッドメミー、メモション、パーリッシュ、ケミカルフード。私も飲んでるよ、体調が悪いとき。ああ、先生来てくださってありがとうございます。お入りください。ありがとうございます先生。言ってるんでしょ。だったら患者の方も断れない。私は恥知らずじゃない。俳優陣の個性といいますか、それぞれのキャラクターが非常にこう今持ち上がってきて、それぞれ各人各人の面白みがミックスされて、とてもなんか今稽古場が熱く、一つそのドクターズジレンマの世界観を作り上げつつあるところで、私もとっても今ワクワクして、バーナード・ショーの100年前の作品をぜひ現代に蘇らせたいなと思って毎日稽古してます。医者たちのなんていうんですかね、科学を信じ切ったその人間の一つのこう傲慢さといいますか、そういう部分と、それから天才画家の芸術家が出てくるんですけども、その彼とがこう衝突するんですね。その言ってみれば科学と芸術のそこのなんかこうガチンコ勝負みたいなところ、ここが見どころかなと思ってますんで、仙川劇場のあのギュッとした空間でぜひ濃厚な時間を過ごしていただけたらなと思ってます。今日さっきの一幕の稽古も見てて、一幕は僕じゃないんですけど、一幕出てるやっぱお医者さんがもうみんな違うというか、すごいバラエティー飛んでるというか、もう一筋縄ではいかない人たちですよね。それぞれがもう勝手もんだし、自分の主張ばっかりしてるし、負けず劣らずだと思います、彼に。だからそれが今回で最後に僕が、こんだけ話されて出てくるじゃないですか。だからそこでまた僕があんなにこういろんな個性あるお医者さんたちをかき回さなきゃいけないっていうのが、すごく今日一幕見ながら楽しみだなって思いました。どうですか、小笠原京さんの演出は。でもすごく丁寧というか、丁寧だね。なんかその自分が引っかかってることをなんかすごく分かりやすい言葉で言ってくださったことがあって、その前、それでなんかそういうことかって思って、すごくそこからやりやすくなったっていうのとかがすごくあったので、かなりやっぱ京さんが役者の意見もかなり聞いてくれるじゃないですか。でそこで共演者の皆さんもすごいなんかみんながこう発言していく期間っていうのを皆さんが作ってくれたから、あれで僕すごいやりやすかったし、入りやすい。パワハラとは全く無縁の現場ですね。本当にすごく創作しやすい、こんな創作しやすくていいんだっていう風に思いながら日々稽古を。苦しくない、ミステリーの要素もあり、ちょっとサスペンス的な要素もあり、そしてコメディの要素もある、お話です。ぜひ見に来てください。この作品にスタッフキャスト一丸となって取り組んでおりますので、ぜひ仙川劇場でその目で見ていただけたらと思います。100年以上前のお話なんですけど、全然現代の人にも通じるものがあるお話だと思います。ぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。仙川劇場
芸術監督演出公演ドクターズジレンマ、ぜひお越しください。待ってます。仙川劇場芸術監督演出公演ドクターズジレンマは10月18日から27日まで開催。観劇のチケット購入はチケット調布で受け付けています。仙川劇場で芸術の進化を問いかける演劇公演をお楽しみください。